知ってる、ステッカーの紹介だろ。ほら、写楽の浮世絵リメイクか。いい感じじゃないか。次行ってみよう。国吉の金太郎と恋のステッカーだな。こういう浮世絵も面白いよな。お、キラキラの加工をしているな。歌川国吉のステッカーか。相撲取りのステッカーだね。こういうのも可愛いな。次行ってみよう。北川歌麿の美人画だね。キラキラ加工がされてるな。これかっこいいな。浮世絵コラージュデザインだね。結構見てるの面白いな。七夕の浮世絵か。またね。